普通のポニーテールが紐を使うだけでこんなにおしゃれになります。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。ということで今日はまたマナティに動画出演してもらってます。よろしくお願いします。はい、マナです。今日もよろしくお願いします。お願いします。今回はね、リクエストいただいてたヘアアレンジをやっていこうと思うんですけど、はい、どんな感じでやりたいんでしたっけ。そうですね、今日はその紐を使ったアレンジをちょっと教えていただきたいなと思います、うん、はい。やっぱりね、暑くなってきたらね、やっぱりこうまとめたい方もいらっしゃるかなと思って、で、リクエストいただいた時はこう普通にまとめてるだけじゃやっぱり物足りない、ね、っていう感じでね、結構いただいてたんで、今日はね、紐を使った簡単なヘアアレンジをレクチャーしていきたいと思います。で、まず、ブラッシングからまたやっていってもらいます。根元からではなくて毛先の方からまずね、引っかかりを取っていきますね。で、毛先の方が溶けたら徐々に徐々に上に向かって溶かしていきます。こうすることによってね、髪の毛の面がきれいに整っていくのと、切れ毛だったりとかの防止にもなります。じゃあ次に全体の髪の毛をまとめていきます。で、今回は気持ち上気味で耳のラインよりもちょっと上の位置でまとめていきます。で、この時に手ぐしめちゃくちゃ結構重要なんで、しっかりとね、指を通しながらまとめてください。はい、じゃあこの位置でゴムでしっかりと結んでいきます。で、しっかりとピシッと止まっていれば OK です。じゃあここで、ゴムの部分を押さえて表面の部分をボリュームを出していきます。で、ちょっとそれをサイド側も少しね、そうです、1本ずつ出してもらって、こんな感じで、ルーズ感が出れば OK です。じゃあ次に紐を使っていきます。早速で、紐先をまずね、ゴムの部分のところに置いてぐるっと巻きつけて結んでいきますね。で、この時にね、内側で結ぶと結び目があまり見えないので、しっかりとね、見えないようにするとおしゃれ度がアップします。そんな感じで、じゃあ次に長い紐の部分を、ポニーテールの、ね、部分に巻きつけていきます。徐々にこう下にね、向かってこう斜めに少しずつでいいんで巻きつけていきます。で、この時にね、根元の部分は別に押さえなくてもしっかりと多分止まってると思うので、結構ね、強めに巻きつける方がバランスが綺麗なので、そういう風にやっていってください。で、また後ろの部分で結んでいきます。で、結んだら下に下ろします。結構ね、綺麗な感覚になってるんですけど、まあ、若干ね、ずれてたりとするとあれなんで、手で触りながらちょっと調節をするって感じですね。はい、で、次に、全体的に髪の毛をね、紐の間から引き出していきます。ゴムの、そうですね、一番上の部分からちょっとずつね、引き出していくんですけど、まあ、大体1センチ束ぐらい、結構ね、自分で思ってる以上に出してもらったらいいかなと思うんで、まあ、サイドの部分だったりとかね、まあ、側面ですね、の部分を出してもらって、その下の部分も同じように出してあげる。で、こうやってね、出していくと上の部分がね、なんかちょっとちっちゃくなっていったりもするので、思ってる以上にちょっと出してもらってもいいかなと思います。出してるとこれ一番最初の部分が結構緩くなってきやすい。ちょっとね、一回締め直してでからもう一度出してあげるとバランスがいいかなと思うので、今日マナティ1回目ですもんね、これやるのね。初めてやってこれのクオリティなんですけど、だからこれ練習していけばしっかりとできてくるようにはなるかなと思います。で、ここからちょっと僕が毛を加えていくんですけど、若干ね、こうしっかりと締めて、で、多分この辺の表面の部分は結構出しやすいです。なので結構しっかりと出すんですけど、もう2段目、3段目とか難しいですよね。そうですね。なので、2段目、3段目もしっかりと出して、で、こうご自分でやるときは若干合わせ鏡みたいな感じで、出してあげると結構ね、バランス見ながらできるかなと思うので、やってるとちょっとね、余裕が出てきたりとするので、まあ何回かこう練習してもらって、ね、このぐらいの感覚でね、多分自分でやればいいかなと思うんですけど、なかなかね、この等間隔で出すのは難しいと思うんですけど、これ鏡見ながらやっていけばできるかなと思いますので、こんな感じになれば完成になります。はい、ということで紐アレンジね、めちゃくちゃ簡単じゃないですかね。めちゃめちゃ簡単でした。なんかこうやりづらいポイントみたいなのありました？こう自分でやってて。そうですね、最後はやっぱり緩んできてしまうので、うん、根元からもっと強くやってると、うん、最後がバランス良くなったかなと思います。なるほどなるほど。あと多分最後の結び目、はい、だから一重だけ結んだんですけど、
多分あれやってるとずれてくるじゃないですか。あれもなんか2周結ぶだけでまた結構変わってくるかな、うん、あと最後にね、あの僕ちょっと手加えさせていただいたんですけど、こう引き出すところ、あそこはやっぱまだ難しいじゃないですか。そうですね。でも上の部分からまあちょっとずつ出していって、でご自宅だったらこう洗面台って大体三面鏡とかになってますよね、はいはい、あれで後ろちょっと見ながらこうやってあげる、うん、マナティーぐらいの長さだったらこう前に持ってきてやってもいいかなと思って、ちょっと前持っていきながらバランス見てやってあげるのも一つの手かな。今日ノールックだった。ノールックだ、そうですね。で前回のやつは鏡見ながらやってましたけどね、はいはい、今回はノールックでやってここまでのクオリティできます。なので、よかったら参考にしてみてください。でスタイリング剤つけてなかったんですけど、スタイリング剤つけたらもっと入れやすかった、うん、なのでオイルだったりとかバームでね、普段お使いのスタイリング剤を使っていただいて、やってあげると仕上がりも綺麗になりますので、ぜひその辺も参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。